喧嘩ますけど、すごいっすよ。違うのさ、ルンちゃん聞いて、あのね、すっとこにね、今日皆さん、ちょっと私、仕事があって、お客さんとして参加できなかったんですけれども、ルンちゃん、今日お休み。そう、ルンちゃんからね、ゲストの上田 P が来れなくなっちゃったんで、泣きそうな感じのラインに来た。でこれは午前中から仕事だったんですけど、なんとか最後だけでも行ってあげなきゃいけないと思って。だけどね、そのルンちゃんにね、サプライズにしたかったの、それですっとこにこのトークショーの二次会のトークショーの方は何時ぐらいに始まるかなってこうね、LINE 送ったわけ。そしたら、15時ぐらいですかね、14時に始まって15時にもうトークショーと思って、そんなことはありえないと思って、だけど遅刻するといけないから15時ぐらいからドアのところでこうやってルンちゃんに知らないようにやってたんですよ。ありがとうね。そしたら、いや、こんな15時半で来ればよかったね。だってよくわかんない。鳥海君にもサプライズにしたかった。だからこう、ルンちゃんには言わないでねって言って、私多分行けないから。したの？なんだ。いや、来るって言ってました。そう、来るとは言ってた。多分行けないから、多分行けないから、行けるか行けないかって言うと、ルンちゃんに期待させちゃうから、行けないんで、ルンちゃんには言わないでねって言ったけど、時間は大体何時ぐらいって、遠回しに聞いたら、15時ぐらい。15時からずっとドアの前で待ってて、いいやつじゃん。いや、俺たちさ、俺たち友達か。自分のなんてお化粧とかなんかお洋服とかしか興味ないのかなとか思ってたら、あ、ここで笑い起きないよ。いや、一緒にイベントとか行くと、朝6時とかに起きてお化粧始めるんですよ。そうですよ、お化粧すべてです。今日でもルンちゃん珍しくメイクしてるじゃん。あ、今日は珍しく。そう、ルンちゃんね、いつもすっぴんで髪の毛ガーッてこうひつめにして、いやなんか、貧乏と戦ってる。いや、さ、全然貧乏じゃないけども、本当にね、ナチュラルっていうかね、ルンちゃんはね、本当にね、気配りがすごい。ありがとうございます。気取らないんだよね。バイバムの話しようよ。あ、そうね、せっかくだからね。バイバムの話しましょう。あ、なんかさ、ごめんなさい、今さ、私途中できちゃったんだけど、今、コマドリの話をしていて、で、コマドリのちみちゃんたちと、まこさんとか、ちじまさんとかのようなすごい大御所の人たちが、こう、ある意味、なんていうかね、戦いじゃないんだけど、そのアニメのキャラクターに小さい子どもたちが自然に入れていく方がいいのか、ね、大人が技術で入れていく方がいいのかっていう、ちょっと戦いみたいなところだよね。そうだね。でも私は新人だったんで、もうなんか、そうだって、3作目デビューしてから3作目だったんですけど、バイファムがもう言われるがままにキャスティングしてくださったら、もう、はぁーっていう感じで、私、ルンちゃんもすごい尊敬してたよと思って。してた。そんなないよ、みじんも感じたことないね。すいません、過去形になってるの。いや、過去形じゃないですけど。よく言うよ、よく。でもね、なんかね、ルンちゃんって B 型でしょ。でもバイバムの話しようよ。そうだからさ、ルンちゃんの B 型で当時マルロやってたんだけど、もっとなんかもうすごいぶっ飛んでるお姉さんみたいなイメージがあったの。へえ。それでほら、当時はそんなにね、プライベートで。すごく仲良くっていうわけじゃなかったんだけど、こう大人になって、もうルンちゃんがもう丸くなっちゃって、体のことじゃない性格がね、それもなりますね、性格が丸くなっちゃって、でもルンちゃんってほんとこんな優しい人だったんだ。もっとバイバムの頃からこうひっついて、あとくっついていけばよかった。いや私はね、なんかね、なんかもう私の話はいいから、ちょっとそれコマドリなんですね。そうで、皆さんがやっぱりコマドリのスコットのこととかにすごい興味があると思うんですけど、今日はもうゲストが、もうここまで来たら興味ないでしょ。そんなことない。私でも鳥海君の今素顔さ、ものすごい久しぶりに見た。すごい久しぶり。すごい。だってさ、この間。だって会えなかったの。この間しか会えたけども、マスクしてたじゃん。そう。そう、だから目しか見えなかったから、あ、ドリーム君大人になったね。それありますよ。それだ
年還暦ですもん。いやーと、とりあえず還暦とか言われると年バレちゃうじゃんね。いやだって40周年でしょ、俺だって19の、今59だけど、19のあれです、秋でしたから、ね、いやーまずい、ちょっと今みんなね、指折りね、計算してくださってね、でもあれですね、お客様方もみんな大人の方でね、今日はあの自由にあの入っていただいて質問していただいて結構です。うん、はい、そんな感じしますね。本当にブレイコーで。うん、佐々木るんチャンネル、聞いてくださってありがとうございます。これからも皆さんの心に幸せな笑顔をお届けできる番組作りを続けていきますので、よろしければチャンネル登録ボタンもポチッとよろしくお願いいたします。ペコリン。